ましょう。揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。6番バルゼンスキーとセイウンスカイ、この2人が競り合っているぞ。これから第2コーナーへかかっていきます。エイシンフラッシュ、ペースが速い。期待通りの結果を出せるか。1番人気エイシンフラッシュ、6番バルゼンスキー快調に飛ばしていきます。先頭は6番バルゼンスキー、単身で飛ばしていきます。第2コーナーを抜け、向こう正面に入った。セイウンスカイ先頭に立ちました。6番バルゼンスキー続いている。早くも激しい競り合い。外には7番バルゼンスキー動くか。4番手後ろエイシンフラッシュ、すぐに続いて9番ナイスネイチャー、後からグラスワンダー、そしてその内を回って1番ナイスネイチャー、シンボリルドルフ追走。セイウンスカイ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。セイウンスカイ彼女の客室には合っていますね。順位を振り返っていきます。現在1番手はセイウンスカイ、6番マルゼンスキー追走、内には7番マルゼンスキー、4番手には動くか、5番手に9番ナイスネイチャー、1馬身差エイシンフラッシュ、少し後ろからシンボリルドルフ、外を通りましてグラスワンダー、大手焼きを越え4コーナーへ。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。エイシンフラッシュまだ抑えたままだ。ルオンが前を狙っていると、気持ちよく逃げている。6番マルゼンスキーまだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最終コーナー最初に立ち上がったのは6番マルゼンスキー、残り400。6番マルゼンスキー速い速い、もはや独走状態。ルオンが首下がる、外からルオンが驚異的な突き足、残り200。6番マルゼンスキーこのまま最後まで行ってしまうのか。団体争いはエイシンフラッシュ、7番マルゼンスキー強さを見せつけて、6番マルゼンスキー今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。勝ったのは6番マルゼンスキー、ライバルに打ち勝ち見事大きな1勝を手にしました。2着はウォッカ、3着に入ったのはエイシンフラッシュ。ゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは2番セイウンスカイ、5番セイウンスカイ、マルゼンスキー、これから第2コーナーへかかっていきます。苦しい戦いを強いられているシンボリルドルフ、ここからどう出る。5番セイウンスカイ快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。先頭を行ったのは5番セイウンスカイ、2コーナー回って向こう正面。先頭は5番セイウンスカイ、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー、2番セイウンスカイ並びかけてきた。そしてその後ろから行くのはマヤのトップガン、3マシンスターエルフォンドルパスター、その後3、4マシン開いて動くか、1マシンスターグラスワンダー、外を通りましてメジロライアン、内を回ってシンボリルドルフ、意気揚々と先頭行きます。5番セイウンスカイどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、依然として5番セイウンスカイ続きました。2番セイウンスカイ、2マシンスターマルゼンスキー、そしてその後ろから行くのはマヤのトップガン、2馬身3馬身開いてエルフォンドルパスター、その後ろからウォッカ、大手焼きを越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。ウォッカ前を狙っていると、気持ちよく逃げている5番セイウンスカイ、まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのは5番セイウンスカイ、残り400。まくって上がってくるウォッカ、外から飛んできたのはウォッカ。2番手争いは2番セイウンスカイ、マルゼンスキー200を通過。先頭は変わらず5番セイウンスカイ、先頭は変わらず5番セイウンスカイ、ウォッカ差し切った。3番手争いは2番セイウンスカイ、マルゼンスキー5番セイウンスカイとウォッカ2人並んでゴールイン。勝ったのはウォッカ、ライバルに打ち勝ち見事大きな1勝を手にしました。2着は5番セイウンスカイ、3着は2番セイウンスカイ。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。成田ブライアン現在最高峰、失策はたまた狙い通りか。これはきっと作戦でしょう。彼女には爆発的な末脚があります。セインスカイ会場に飛ばして行きます。先頭はセインスカイ、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはメジロマックイーン、第2コーナーを抜け向こう上面に入った。さあ花に立ったのはセインスカイ、このままリードすることができるか。続いてマルゼンスキー、メジロマックイーン、3番手2馬身離れて8番オグリーキャップ、5番手スーパークリーク、その後動くか、2馬身3馬身開いてグラスワンダー、1馬身離れて成田ブライアン、1馬身差2番オグリーキャップ。
意気揚々と戦闘を行きます。セイウンスカイどうでしょう、この展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、順位を振り返っていきます。セイウンスカイまだリードをキープしています。続きましたマルゼンスキー、1馬身差メジロマックイーン、4番手8番オグリーキャップ、内でスーパークリーク、後ろウォッカ、大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。ウォッカ前を狙っているぞ。気持ちよく逃げている。セイウンスカイまだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最後のコーナー、最初に立ち上がったのはセイウンスカイ。残り400、ウォッカ追いすがる。セイウンスカイ速い速い、もはや独走状態。外から飛んできたのはウォッカ。セイウンスカイ先頭はセイウンスカイ、これは強い。残り200、セイウンスカイ足色は衰えない。セイウンスカイリードは3馬身。勝ったのはセイウンスカイ、最後意地を見せて栄冠を手にしました。勝ったのはセイウンスカイ、ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。2着にはウォッカ、3着8番オグリキャップ。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。さあ花に立ったのはセイウンスカイ、このままリードすることができるか。これから第2コーナーへかかっていきます。セイウンスカイ快調に飛ばしていきます。先頭はセイウンスカイ単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはアルゼンスキー、テイエムオペラ王。3番手2コーナー回って向こう正面、1番人気セイウンスカイ、早くも先頭。続きましたマルゼンスキー、3馬身離れてテイエムオペラ王。その後から東海帝王、2馬身3馬身開いて1番ウォッカ、その外並んで2番ウォッカ、2馬身離れて7番グラスワンダー、そしてその外を回って9番グラスワンダー、少し後ろからシンボリルドルフ。セイウンスカイ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。セイウンスカイ彼女の客室には合っていますね。順位を振り返っていきます。依然としてセイウンスカイ、続いてマルゼンスキー、3番手にはテイエムオペラ王、4番手には東海帝王、外2番ウォッカ、そしてその内を回って1番ウォッカ、2馬身差7番グラスワンダー、9番グラスワンダー、並びかけてきた。大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。1番ウォッカ前を狙っていると。さあ誰が最初に仕掛けるのか。マルゼンスキー2番手に様子を見守る。まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。最終コーナーを曲げて最初に立ち上がったのはセイウンスカイ。セイウンスカイ強い、強すぎる、完全に抜け出した。残り400、セイウンスカイ先頭はセイウンスカイ、これは強い。突っ込んでくる1番ウォッカ、100を引いた1番ウォッカ、食らいついていく。先頭はセイウンスカイ、変わらない。セイウンスカイリードは2馬身。セイウンスカイ2番1着でゴールイン。勝ったのはセイウンスカイ、ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着1番ウォッカ、3着はマルゼンスキー。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。さあ花に立ったのは1番セイウンスカイ、このままリードすることができるか。マヤのトップガンと1番セイウンスカイ、2人とも花は譲りません。2人がレースを作りそうですね。マヤのトップガン快調に飛ばしていきます。先頭はマヤのトップガン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは1番セイウンスカイ、向こう正面に入って先頭からシンガルまでおよそ13馬身。やはりマヤのトップガン。続きました1番セイウンスカイ、2馬身差ライバスターレット、5番セイウンスカイ、4番手5番手にはウォッカ、1馬身離れてアグネスデジタル、1馬身差グラスワンダー、1馬身離れてライスレンジャー、1馬身差マンハッタンカフェ。意気揚々と先頭行きます。1番セイウンスカイどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、依然として1番セイウンスカイ、続いてマヤのトップガン、その後ろライバスターレット、4番手にアグネスデジタル、5番セイウンスカイ、5番手外を通りましてウォッカ、さらにはグラスワンダー、大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。ウォッカ前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。マヤのトップガン2番手につき様子を見守る。まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。最終コーナーを曲げて先陣を切ったのは1番セイウンスカイ、400を切りました。1番セイウンスカイ強い、強すぎる、完全に抜け出した。1番セイウンスカイ先頭は1番セイウンスカイ、これは強い。100を切った食い下がるウォッカ、1番セイウンスカイ足色は衰えない。1番セイウンスカイリードは4馬身。1番セイウンスカイ1着でゴールイン。実力をいかんなく発揮しレースを制
ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。2着にはウォッカ、3着アグレスデジタル。レナさん、ありがとうございました。綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシチ、これから第2コーナーへかかっていきます。サイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は怪力シャッフル、向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身。先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは8番ジンボリルドルフ、怪力シャッフル並んできた。外には9番ジンボリルドルフ、それを見るようにアグネスターキオ、この辺りまでで先頭集団を形成しています。先頭は依然サイレンス鈴鹿2馬身リード、続いて怪力シャッフル、外を通りまして8番ジンボリルドルフ、1馬身差9番ジンボリルドルフ、差がなくアグネスターキオ、後からウォッカ、そして外目を引きましてはエイシングフラッシュ、2馬身3馬身開いて成田大志、ゴールドシチ並んできた。意気揚々と先頭を行きます。サイレンス鈴鹿、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、大欅を越え4コーナーへ。まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。動くか、前を狙っているぞゴールドシチ、まだ抑えたままか。怪力シャトル2番手につけ様子を見守る。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最終コーナー、先手を切ったのはサイレンス鈴鹿、突っ込んでくる動くか。残り4分、抜け出したのはサイレンス鈴鹿、だが後続も追いすがる。うおっか、うんぐんと上がっていく。ここで行きました。うおっか、まくって上がってくる。うおっか、残り200。うおっか、足色は衰えない。うおっか、行くはない。2番手争いはフェイシングラッシュ、成田大志、お見事。うおっか、着差以上の強さを見せた、見事な勝利です。勝ったのはうおっか。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。2着はエイシングラッシュ、3着に入ったのは成田大進。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。サイレンス鈴鹿とマルゼンスキー、この2人が競り合っているぞ。これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気ジンボリルドルフ、サイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー、第2コーナーを抜け向こう上面に入った。先頭を行ったのはサイレンス鈴鹿、続きましたマルゼンスキー、1馬身差セイウンスカイ、1馬身離れてジンボリルドルフ、怪力シャトル続いている。大きく離れてエアグルーヴ、そのうち並んで6番ウォッカ、少し後ろから1番ウォッカ、1馬身差ナイスネイチャー。息をようと先頭を行きます。サイレンス鈴鹿、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、順位を振り返っていきます。サイレンス鈴鹿、まだリードをキープしています。続いてマルゼンスキー、外目をついてジンボリルドルフ、そのうち並んでセイウンスカイ、5番手には怪力シャトル、そしてそのうちから行ったのは6番ウォッカ、少し離れてエアグルーヴ、大欅を越え4コーナーへ。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。さあここから先頭を伺うのはマルゼンスキー、ジンボリルドルフ、まだ抑えたままだ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉えることは出てくるのか。最終コーナー、最初に立ち上がったのはサイレンス鈴鹿、残り4着サイレンス鈴鹿、速い速い、もはや独走状態。外から1番動くか、驚異的な末脚、残り200強い。先頭はサイレンス鈴鹿、変わらない。サイレンス鈴鹿リードは6馬身、サイレンス鈴鹿足を衰え後ろを突き放して、サイレンス鈴鹿今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。勝ったのはサイレンス鈴鹿。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。2着は6番ウォッカ、3着は1番ウォッカ。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。8番サイレンス鈴鹿と7番サイレンス鈴鹿、この2人が競り合っているぞ。現在最高峰は1番人気のエイシングフラッシュ、この状況どう見ますか。これはきっと作戦でしょう。彼女には爆発的な末脚があります。
8番サイレンス鈴鹿先頭に立ちました。2番手の位置で先頭を伺うのは7番サイレンス鈴鹿。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ11馬身。8番サイレンス鈴鹿快調に飛ばして行きます。依然として8番サイレンス鈴鹿、続いて7番サイレンス鈴鹿、3番手マルゼンスキー、その後ろからハイキシャーク、さらにはジンボリルドルフ、外でマンハッタンカーフェ、そしてその後方にはキングヘイロー、1馬身離れてウォッカエイシングフラッシュ、ここにいます。8番サイレンス鈴鹿先頭を進みますが、これは正解でしょうか。8番サイレンス鈴鹿、彼女の客室には合っていますね。8番サイレンス鈴鹿まだリードをキープしています。続きましたマルゼンスキー、3番手には7番サイレンス鈴鹿、1馬身離れてマンハッタンカー、待機シャーク、追走大欅を越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された。集団が一つにまとまって混戦状態です。これだけ密集していると紛れがありそうですね。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。動くか、前を狙っているぞ。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。マルゼンスキー速い速い、もはや独走状態。残り400、マルゼンスキー先頭は、マルゼンスキーこれは強い、マルゼンスキーこのまま最後まで行ってしまうのか。200を通過、エイジングフラッシュ、食らいついてゆく。先頭は変わらず、マルゼンスキー、マルゼンスキー足を捉えた、マルゼンスキー今ゴールイン、勝ったのはマルゼンスキー。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。2着はエイシングフラッシュ。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。苦しい戦いを強いられているゴールドシチ、ここからどう出る。これから第2コーナーへかかっていきます。マルゼンスキー快調に飛ばしていきます。先頭をかけます、マルゼンスキー。続いてサイレンス鈴鹿、早くも激しい競り合い。1馬身差セイウンスカイ、2馬身3馬身開いて7番待機シャト。2コーナー回って向こう正面、マルゼンスキー先頭に立ちました。続きましたサイレンス鈴鹿、マルゼンスキーとサイレンス鈴鹿、2人とも鼻は譲りません。いいライバル関係になりそうですね。さあサイレンス鈴鹿ここで先頭です。1馬身差マルゼンスキー、さらにセイウンスカイ、そしてその後ろから行くのは7番待機シャトル、5番待機シャトル、内から行く。2馬身離れてマンハッタンカフェゴールドシチ、ここにいた。そしてその外から行ったのはウォッカ、それを見るように目白通り。サイレンス鈴鹿先頭を進みますが、これは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿彼女の客室には合っていますね。各馬娘一段となって団子状態の大混戦、お互いに牽制し合っているようですね。大欅を越え4コーナーへ。先頭は見合ったまま、このまま直線での争いになるのか。動くか、前を狙っているぞ。ゴールドシチ外で足を溜めています。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉えることが出てくるのか。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはマルゼンスキー、残り400、外から上がってきたのはウォッカ、2番手争いは5番待機シャトル、ゴールドシチ外から飛んできたのはゴールドシチ、残り200、先頭はマルゼンスキー、変わらないゴールドシチ、並びかけてきたゴールドシチ、抜け出したゴールドシチ、差し切ったゴール、勝ったのはゴールドシチ。ライバルに打ち勝ち、見事大きな一勝を手にしました。2着にはマルゼンスキー、3着はウォッカ。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。3番サイレンス鈴鹿とマルゼンスキー、この2人が競り合っているぞ。これから第2コーナーへかかっていきます。苦しい戦いを強いられている6番ゴールドシップ、ここからどう出る。先頭をかけます、マルゼンスキー。2番手の位置で先頭を伺うのは3番サイレンス鈴鹿、向こう正面に入って先頭は3番サイレンス鈴鹿、6番ゴールドシップ、落ち着かない様子。3番サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。さあ花に立ってのは3番サイレンス鈴鹿、このままリードすることができるか。続いてマルゼンスキー、1馬身差5番待機シャトル、それを見るように9番サイレンス鈴鹿、さらに2番待機シャトル、6番ゴールドシップ、この位置につけています。後からウォッカ、その後3、4馬身開いて当選上段、後から4番ゴールドシップ。マルゼンスキー先頭を進みますが、これは正解でしょうか。マルゼンスキー彼女の客室には合っていますね。先頭は依然マルゼンスキー、1馬身リード。続きました3番サイレンス鈴鹿、その外並んで5番待機シャトル、大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。6番ゴールドシップ、まだ抑えたままだ。ウォッカ前を狙っているぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最終コーナーを曲がって、最初に勝ち上がったのはマルゼンスキー、残り400、内から仕掛けたのはウォッカ、追い上げてくる子はまだ2馬身後ろ。2番手争いは2番第1シャトル、5番第1シャトル、ウォッカ見事なごぼう抜きを見せる。残り200、並びかけてたのはウォッカ、
めんなさい。行きましょう。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。一番人気スーパーフリーク、これから第2コーナーへかかっていきます。3番セイウンスカイ、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ってのは3番セイウンスカイ、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは2番セイウンスカイ。激しい先頭争い、2コーナー回って向こう正面先頭を行くのは3番セイウンスカイ。差がなく2番セイウンスカイ、2番セイウンスカイ、3番セイウンスカイ。2人の競り合いは続いている。いいライバル関係になりそうですね。現在1番手は2番セイウンスカイ。続きました3番セイウンスカイ。2馬身離れてサイレンシックスカー、その後からスーパークリーク、その外並んでゴールドシチー、1馬身離れて名勝馬頭、2馬身3馬身開いてグラスワンダー、成田大臣並んでくる。そしてその後方には動くか。2番セイウンスカイ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。2番セイウンスカイ、彼女の客室には合っていますね。先頭は相変わらず2番セイウンスカイ。続いて3番セイウンスカイ、大手焼きを越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで何が仕掛けるのか。まだ差がある、ここから先頭を捉える子は出てくるのか。不安か、前を狙っていると気持ちよく逃げている2番セイウンスカイ。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのは2番セイウンスカイ。400を切りました。食い下がるゴールドシティ、2番セイウンスカイ。速い速い、もはや独走状態、2番セイウンスカイ。先頭は2番セイウンスカイ、これは強い。残り200、先頭は2番セイウンスカイ。変わらない、後ろを突き放して2番セイウンスカイゴールイン。圧巻の走りでレースを制した。勝ったのは2番セイウンスカイ。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着ゴールドシチー、3着成田大臣。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。セイウンスカイ、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはアルゼンスキー、およそ5馬身開いてサイレンス鈴鹿、その外並んでライスシャワー、外から行くシンボリルドルフ、内で動くか。向こう正面に入って先頭はセイウンスカイ、先頭はセイウンスカイ。単身で飛ばしていきます。続きましたマルゼンスキー、ライスシャワー、3番手、4番手サイレンス鈴鹿、5番手シンボリルドルフ、3馬身差動くか。外目をついてマンハッタンカフェ、その後単4馬身開いてゴールドシップ、グラスワンダー並んでくる。セイウンスカイ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。セイウンスカイ、彼女の客室には合っていますね。順位を振り返っていきます。セイウンスカイまだリードをキープしています。続いてマルゼンスキー、3番手サイレンス鈴鹿、1馬身差ライスシャワー、シンボリルドルフ、続いているその後ろに動くか。1馬身離れてマンハッタンカフェ、少し離れてゴールドシップ、2馬身3馬身開いてグラスワンダー、大手焼きを越え4コーナーへ。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。気持ちよく逃げているセイウンスカイ。グオンが前を狙っていると、さあ誰が最初に仕掛けるのか。マルゼンスキー2番手につき様子を見守る。最後のコーナー先陣を切ったのはセイウンスカイ、その他グオンが驚異的な知恵足、栄光まで400、グオンが今度で追い上げてくる子はまだ2馬身後ろ。先頭は依然セイウンスカイ、セイウンスカイまだリードをキープしています。200を切ったセイウンスカイ、苦しいけど粘っている。グオンが並んできた、ゴッカ完全に抜け出した。グオンが足色は衰えない、勝ったのはゴッカ。最後意地を見せて栄冠を手にしました。勝ったのはゴッカ。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着はセイウンスカイ、3着に入ったのはマルゼンスキー。スタート、各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは3番セイウンスカイ、7番セイウンスカイ、マルゼンスキー、これから第2コーナーへかかっていきます。3番セイウンスカイ、快調に飛ばしていきます。先頭をかけます。3番セイウンスカイ、2番手の位置で先頭を伺うのは7番セイウンスカイ、3番手にマルゼンスキー、4番手にはエルコンドルパッサー、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身、3
さあ花に立ったのは3番セイウンスカイ、このままリードすることができるか。続いてマルゼンスキー、そして7番セイウンスカイ、大きく離れてエルコンドルパッサー、そしてその外を回ってナイスネイチャー、少し後ろからスーパークリーク、少し離れてウォッカ、そしてメジロライアン、グラスワンダー並んできた。意気揚々と先頭を行きます。3番セイウンスカイ、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、順位を振り返っていきます。依然先頭は3番セイウンスカイ、続きました7番セイウンスカイ、その後ろからマルゼンスキー、2馬身差ナイスネイチャースーパークリーク、5番手それを見るようにエルコンドルパッサー、大けやきを越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ、どのタイミングで誰が仕掛けるのか。動くか、前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉えようと出てくるのか。最終コーナー、先陣を切ったのは3番セイウンスカイ、4着を切りました。3番セイウンスカイ、速い速い、もはや独走状態。動くか、追いすがる。3番セイウンスカイ、先頭は3番セイウンスカイ、これは強い。200を通過。3番セイウンスカイ、このまま最後まで行ってしまうのか。お見事、3番セイウンスカイ、着差以上の強さを見せた。見事な勝利です。勝ったのは3番セイウンスカイ、ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着はウォッカ、3着に入ったのはマルゼンスキー。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。サイレンス鈴鹿とセイウンスカイ、この2人が競り合っているぞ。これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシチー、花を奪っていたのはセイウンスカイ、サイレンス鈴鹿続いている。早くも激しい競り合い、大きく離れて名勝怒涛。2コーナー回って向こう正面、先頭はサイレンス鈴鹿、安心で飛ばしていきます。続いてセイウンスカイ、激しい先頭争い。3番手にアグネスタキオン、そしてそのうち名勝怒涛ゴールドシチー、ここにいた。2馬身3馬身開いてマンハッタンカフェナイスネイチャー、外から行く、外から外から、グラスワンダー1馬身差、動くか。意気揚々と先頭行きます。サイレンス鈴鹿、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、サイレンス鈴鹿、快調に飛ばしていきます。順位を振り返っていきます。先頭は依然サイレンス鈴鹿、1馬身リード。続きましたセイウンスカイ、2馬身3馬身開いてアグネスタキオン、その外並んでゴールドシチー、内名勝怒涛、2馬身3馬身開いてナイスネイチャー、大けやきを越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。じりじり詰めるゴールドシチー、さあ外から先頭を伺うのはゴールドシチー、ウォッカ前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最後のコーナー、最初に立ち上がったのはサイレンス鈴鹿、残り400。サイレンス鈴鹿、先頭はサイレンス鈴鹿、これは強い。残り200、先頭は変わらずサイレンス鈴鹿、リードをしない点数。サイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿、かけるサイレンス鈴鹿、突き放しサイレンス鈴鹿、これは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。勝ったのはサイレンス鈴鹿、ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着にはウォッカ、3着に入ったのはセイウンスカイ。馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは6番セイウンスカイ、マルゼンスキー、3番セイウンスカイ、これから第2コーナーへかかっていきます。6番セイウンスカイ、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは6番セイウンスカイ、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは3番セイウンスカイ、向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身、先頭は6番セイウンスカイ、安心で飛ばしていきます。ウォッカ上がっていきます。ちょっと前に出ましたね。先頭は相変わらず6番セイウンスカイ、続きましたマルゼンスキー、その後3番セイウンスカイ、2馬身離れてライキシャトル、その後アグネスタキオン、後ろシンボリルドルフ、少し後ろから9番グラスワンダー、ウォッカ内から行く、さらに1番グラスワンダー、意気揚々と先頭行きます。6番セイウンスカイ、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、現在1番では6番セイウンスカイ、さあマルゼンスキー、ここで先頭です。2馬身3馬身開いて3番セイウンスカイ、大けやきを越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された。ウォッカ前を狙っているぞ。まだ1馬身以上の差があると。ここから捉えることができるのか。さあ誰が最初に仕掛けるのか。気持ちよく逃げているマルゼンスキー、ライキシャトル、2番手の次様子を見守る。最終コーナー、先陣を切ったのはマルゼンスキー、飛び込んできた。ウォッカ栄光まで400、ウォッカ打ちを引く、すごい足だ。マルゼンスキー、このまま最後まで行ってしまうのか。ウォッカ前段を目指して加速する。マルゼンスキー、リードは1馬身
とうございました。